爆発的な衝撃波。ウクライナ軍がクリミアでロシア軍を壊滅させる。進化を続けるウクライナとロシアの紛争において、最近の出来事は戦争の力学に激震をもたらした。軍事施設に対する標的攻撃から防空システムに対する前例のない攻撃まで、ウクライナは世界のオブザーバーと地元住民の注目を集める形で軍事力を誇示している。紛争の激しさはクリミアで新たなピークに達し、ウクライナ軍は主要な軍事施設や空軍基地を標的とした。特に戦略的に重要な場所であるセバスタポルでは、ロシア最大の軍事施設の一つで謎の爆発が起きた。地元の人々やクリミアの WI テレグラムチャンネルが報じたその余波は、アスファルト製造施設を含む工業企業への影響を明らかにした。事件を取り巻く戦争の霧は、ロシア当局の沈黙と相まって、事件の本質を隠すための意図的な努力を示唆している。ドラマはさらに、壊滅的なミサイル攻撃の震源地となったロシア空軍基地のあるサキで展開された。衛星データから、サキ空港滑走路付近の残骸が確認された。ロシアの空軍基地と地上施設を戦略的に標的としたことは、ウクライナ軍による従来の戦術からの逸脱を示すものだった。半島の領空への攻撃はロシアの安全保障に重大な脅威をもたらし、防空システムの有効性への懸念を促した。大胆な行動として、ウクライナ軍はセバスタポール沖のロシア海軍資産、特に揚陸艦ミンスクを標的とした。その後、S・バラキットの名を冠した船舶修理施設への攻撃が確認され、この地域のロシア船舶と港湾インフラの脆弱性が露呈した。ウクライナ空軍司令官がほのめかしたように、西側同盟国からの長距離ミサイルの使用は、紛争の複雑さに新たな層を加えている。ロシアの防空システムに対する紛争の犠牲は、S-400 地対空ミサイルシステムの破壊によって浮き彫りにされた。英国国防省は、ウクライナ国防軍がロシア兵への攻撃に成功し、少なくとも4機の長距離 S-400 システムが失われたと報告した。クリミアとルハンスク占領地で露呈した脆弱性は、現代の精密攻撃兵器に対抗するロシアの苦闘を浮き彫りにしている。ウクライナとロシアの間で進行中の紛争において、アブディフカ市は激しい軍事交戦の焦点となっている。ウクライナ軍は、戦略的に重要なこの都市の解放を決意し、ロシア軍に対して一連の攻撃を開始した。アブディフカでの最近の動きは、双方が支配と覇権を争う複雑でダイナミックな戦場を明らかにしている。ウクライナ軍は第110機械化旅団を先頭に、アブディエフカへの計画的かつ暴力的な攻撃を開始した。報告によると、最初の攻撃は市内のロシア軍施設を標的とし、アブディエフカ内のロシア軍の状態が悪化していることを露呈した。ウクライナ軍は神風ドローンと大砲ユニットを戦略的に活用し、対戦車地雷のキャッシュや大規模な弾薬倉庫を含む敵の資産を破壊した。アブディフカでのウクライナ軍の最初の成功の後、約100両の主力戦車と装甲車両がロシア軍によって失われた。特殊部隊と砲兵旅団の支援を受けた第110機械化旅団は、ロシア軍に多大な死傷者を出す上で重要な役割を果たした。ロシア軍の必死の反撃に遭いながらも、ウクライナ軍は約1万5000人のロシア兵を排除することに成功した。ウクライナ軍がアブディフカで地方を固めている間、ロシア軍は町の解放を阻止しようと積極的な攻撃を開始した。ウクライナ軍は防衛体制を強化し、大規模なロシア軍輸送隊を破壊し、この地域の重要な弾薬備蓄を取り壊すことでこれに応えた。第47機械化旅団はこれらの防衛作戦で極めて重要な役割を果たし、多数のロシア軍戦車や装甲車を破壊した。アブディフカでの紛争が続く中、ウクライナ軍とロシア軍の両軍司令部にとって戦略的配慮が最重要課題となっている。ウクライナ軍は現在、ロシア軍が市の南部に位置するオプネの重要施設に目を向けるのを阻止することに注力している。アブディフカでの作戦が成功したことで、ロシア軍の報復のリスクが高まり、ウクライナ軍による絶え間ない警戒と防御措置が必要となっている。英軍情報部は、地上戦の力学において、人員、武器、装備の面で防御側が優位に立つというパターンが繰り返されることを観察してきた。この傾向は現在進行中の紛争でも明らかで、ウクライナ軍はアブディフカでロシア軍の攻勢をうまくかわしている。
双方が戦術航空を限定的にしか使用していないことが膠着状態の一因となっており、両者とも空中戦では大きな優位を獲得していない。アブディエフカでの紛争が展開される中、ウクライナ軍はさらなる防衛行動の体制を維持している。第110機械化旅団はアブディエフカの情勢を掌握していると評価されているが、同市の北部と南部の両部隊の指揮を任される可能性がある。ロシア軍からの反撃が予想されることから、ウクライナ軍司令官は常に準備を整え、戦略的な計画を立てる必要がある。ロシアとウクライナの戦争は最前線で紛争が激化する中、依然として我々の世界的な課題となっている。日が経つにつれ、ウクライナ軍の攻撃の激化はロシア軍を失地へと追いやり、損失を挽回する能力を蝕んでいる。現代の戦争は戦場にテクノロジーが統合されることで大きな変化を目の当たりにしている。人工衛星や無人航空機 UAV は前線から迅速かつ正確な情報を提供し、進行中の攻撃による被害について貴重な洞察を提供している。ここ数日、ロシアが不法に併合したクリミア地域の解放を目的にウクライナ軍による攻撃が激化している。ウクライナ当局はクリミアの再占領に関する声明を発表し、同地域におけるロシアの影響力を弱めることを目的とした戦略的作戦を展開している。ウクライナの軍事作戦の成功率の高さはその軍事インテリジェンスに起因している。特筆すべきはクリミアとロシア本土を結ぶクリミア橋が繰り返し標的になっていることだ。ウクライナ軍はこの地域のロシアの拠点への攻撃に成功し、ロシアを撤退に追い込んでいる。最近の攻撃ではウクライナのミサイルがクリミアのロシア拠点を狙い、大きな損害をもたらした。ウクライナ軍の成功の一因はロシアの防空システムを作動不能にした電子戦技術にある。ウクライナ軍の攻撃はクリミア地域に駐留するロシア海軍にまで及んだ。特にクリミア東部の造船所をウクライナが襲撃し、ロシアの黒海艦隊の艦船に甚大な損害を与えたことがエスカレートにつながった。ウクライナ軍による戦略的作戦はセバストポリ造船所を含むクリミアの造船所への攻撃を含んでいた。衛星画像はこれらの攻撃がロシアの潜水艦や揚陸艦に与えた影響を明らかにし、この地域におけるロシアの能力をさらに低下させた。クリミアのドネツク地方で爆発があったとの報道は、長距離弾道ミサイルがウクライナによって使用されたのではないかという憶測を呼び、懸念を抱かせた。クレムリンはこの出来事についてコメントを控えており、爆発の原因は不明のままだ。ロシア軍は多方面で挫折に直面しており、指揮官の交代や兵士の捉え方の変化につながっている。報告によると、ロシア軍内部では深刻な不安問題があり、心理的な苦悩が部隊に影響を及ぼしているという。ロシアとウクライナの戦争は複雑な力学、技術の進歩、戦略的な作戦で展開され続けている。クリミアでのウクライナ軍の成功はパワーバランスを変化させ、ロシア軍は様々な面で困難に直面している。紛争の帰すうはまだ不透明だが、ウクライナ軍の攻撃の激しさは弾力的で断固とした戦力を示唆している。事態の進展とともに世界はこの地政学的危機の解決を注視している。